どうも、レウンゲーム TV です。今回は、スプラ3のバトルに関する気になることを実験してみました。スプラトゥーン3では、バトル中の動きに応じて、終了後に様々な表彰をもらうことができます。そこで、思ったのですが、バトル中に3分間全く動かずに放置した場合、もらえる表彰の内容はどうなるのか。ただ、オンラインで放置プレイはできないので、今回はイカッチャのプライベートマッチで検証してみます。というわけで、まずは普通にバトルを始めて、このまま3分後まで全く動かずに放置します。先日の企画でも検証した通り、縄張りバトルは両チーム全く揺らなくても、どちらかが勝利する仕様になっています。ここで勝利してもらえる表彰は果たしてどうなっているのか。注目された時間ナンバーワン。確かに何もしていないので、いろんな意味で注目されてるけども、表彰が苦し紛れすぎる。ちなみに、負けた場合の表彰はどうなっているのかも確認してみましたが、全く表彰されなかった。では、ボタンをワンプッシュだけして、ちょっとだけインクを塗って勝利した場合、先ほどの表彰は変わるのか。インクをちょっと塗っただけなのに、表彰が山盛りになった。インクを塗るか塗らないかで、ここまで変化するとは。確かに他のチームメイトがいないので、ナンバーワンなのは間違ってない。では今度は、ワンカラマッチで5分間何もせず放置してみた場合は、縄張りバトルと表彰は変化するのか。バンカラマッチでも縄張りバトルと同じ、注目された時間、ナンバーワンになった。バトル中に何もしないと、苦し紛れのこの表彰がもらえる仕様になっているようです。以上、バトルの表彰で検証企画でした。